ねえドラえもん、ドラえもんが今一番欲しいものって何？なんで？誕生日だよ。プレゼントは何がいいのかなと思ってさ。ありがとう。でも気持ちがこもっていれば僕は何でも嬉しいよ。そういうの困るな。よし、こんなもんかな。ワックス塗りすぎじゃないの？明日はロボット学校の同窓会なんだ。へえ、そりゃ楽しみだね。うん、まあね。楽しみじゃないの？まさか、そんなことないよ。久しぶりにみんなと会えるってのに楽しいに決まってるでしょ。さあ、寝よ寝よ、ゆうこ早く寝ようよ。おやすみ。おやすみ。どうしたんだろう？ん？なんなんだ一体。ようこそいらっしゃいました。にゃにゃにゃ、うちほどの品揃えを持つ店はにゃかにゃかにゃいですにゃよ。さ、耳なんてどう？横耳をセクシー、片折れてちょいわる、ミニ耳プリティ、やっぱ男はデカ耳よ。おー、これこれこれ、ミシベッド、お耳が高い。お値段はこちらですにゃ。ぐっ、お高いですにゃ。おい、お帰りだってよ。命知らずのディネロの祭典、ギャラクシーカーレース、まもなく開幕。おい、ママ、あ、やっと来たな。ごめんごめん、お待たせ。おい、何やってたんだよ。あ、ちょっとね。あ、あれまたやるんだね。ああ、大人気だからな、ギャラクシーカーレースは。世界中からレーサーたちが集まってきてるぜ。ほら、もう行くぞ。あー、雨止んでるぜ。これまたどうも。おい、大丈夫か？レーサーのデポン様よ。何して？俺にブレーキを踏ませられるのは君たちみたいな可愛い子ちゃんだけさ。デポン様かっこいい。はいはい、君もね、お顔は汚れてるから洗っちゃダメだよ、タヌキくん。誰がタヌキだ。僕は猫型ロボットのドラえもんだ。俺と同じ猫型？何がおかしい？だって耳がねえじゃねえか。デポン様の耳立派だわ。と、じゃあな。耳がない猫なんてタイヤのない車と同じだぜ。気にするなよ。同窓会？うん、今ドラえもん留守なんだ。さ、入って入って。あら、ドラえもん帰ってたの？今からみんなで誕生日の、いや、おかえり。何そのおにぎりみたいなの。同窓会だって聞いたけど。仮装パーティーだったのか。わかった、化け猫だな。すげえ勢い。びっくりした。何かあったの？そう。ペオイ、これ見ろよ。ん？ドラえもんの友達ってみんな黄色いのな。ドラえもん見っけ。すぐわかるに決まってんだろ。一人だけ青色だし。ん？何それ。そういうことだったのか。おめでとうございます。ドラえもん様にギャラクシーカーレースへの特別出場権がご当選いたしました。カーレース？なのなの、ギャラクシーカーレースです。ある方の推薦もあり、こちらに素晴らしいレーサーがいると聞いたものですから。はい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 、それは俺たちのことだぜ。ではこちらにお名前を。はーい。ちょっと、これはドラえもんに来たもんだ。うるせえ、俺は気にしねえから、おめえも気にすんな。そんな無茶苦茶な。銀河のレースだなんて、な
車でもこけちまうような野郎だもんな。優勝したら何がもらえるんだ。お望みのものは何でも、野球場でも星でも。僕もレースに出る。欲しいものがあるんだ。お前には無理だよ。そうかもしれないけど、ドラえもんがいれば。これでいい？はい。じゃあちょっと下がってください。ポチッとな。私カレンと申します。よろしくね。のび太くん、みんなさあ行こう。ドラえもん、どこへ？ギャラクシーカーレース。さあ続いてご紹介するのは前回大会の優勝者、スピードキャット、デボン・アレックス。デボン様、今年も盛り上がりますな。うん、委員長、カレン様ご到着します。どこ行ってたんだあいつは。レースなんて知らないよ。またまた、そろそろ到着です。最後に特別エントリー枠として21世紀の少年レーサーたちです。君たちへの拍手だよ。答えだな。はい。ではご期待に応えまして、ジャイアンにボエボエ。楽しめるかな。誰？知らない。このレースはタヌキや子供が楽しめるほど甘くないぜ。だから僕はタヌキ。タヌキじゃないぞ、猫型ロボットだ。それにドラえもんは何だってできるんだ。レースだってやってみなくちゃわからないよ、のび太くん。確かにそうだ、いいこと言うじゃないか。これご褒美じゃな。なんだい？パンの耳。耳？むか。とにかく私は反対よ。これを見て。ギャラクシーカーレースは超空間ゲート、つまりどこでもドアのようなもので星をつないで走るレースなの。中には危険な星もあって、毎年たくさんの怪我人が出ているわ。それにそもそも車がないでしょ。それはドラえもんが。無理よ。お兄ちゃんや私はデパートで売ってるようなものしか持ってないもの。え？そうなの？うん。ああ、つまんねえの。おいスネオ、俺スパゲティ大盛り。はい、喜んで。静香ちゃんはサンドイッチがいいな。ちょっとみんな、諦めちゃうの？車がねえのにレースできるわけねえだろう。仕方ないよ、のび太くん。のび太さん、必死になっちゃってな。優勝して何もらうつもりだったんだろうね。ここは22世紀なんだ、車くらい探せばなんとかなるさ。足回りが悪いみたいなんだ。のび太さん、どこ行っちゃったんだろう。もう日が暮れるわ。こうなったらみんなで手分けして探しましょう。ああ、未来でもどんくさいやつ。これ全部ベンガルさんの車。ああ、そうだよ。ベストを尽くそうと思ってるからね。どの車を使うかもギリギリまで考えるつもりさ。ジャイアン、耐えたね、貸してた。バルー、おとどしきゃぐれ。のび太さん、あちこち断られちゃって、足が棒になっちゃったよ。そんなに頑張って、のび太さん、一体何が欲しかったの？ね、はい、これってドラえもんが今一番欲しいもの。実はドラえもんには昔耳があったんだ。
色も本当は黄色でね。猫型だからネズミにも強かったんだよ。じゃあなんで。ある日安らかに昼寝をしていると、チュ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 チあまり気にしないように。これが僕。おい君大丈夫か。大変だ。医者はどこだ。ショックだったのね。うん、だからね、ドラえもんに猫耳をプレゼントするんだ。絶対喜んでくれるよね。うん、すいません。すいません、ごめんね、付き合わせちゃって。すいません。すいません。すいません。誰だ謝ってんのは。人間軽々しく謝るもんでねえだぞ。すいません。ああ、分かればいいだ。さらば。あのおじさんのところに車ないですか。車、うん、すっごく早いの。ねえ、あるだ、あるある。えちょっくらそこで待ってるね。やったー、よかったわね、のび太さん。すんげーべー、これがオラッツの工場でいっちゃん早いやつだ。あのね、僕が言ったのは自動車。オラの専門は自転車。だってあの看板に、ああ、線が外れてんだ。一文字違いだべ、気にすんなってや。こっち行ってみようか。ああ、待て待て、帰るのはこいつを試してからでもよかんべ。なんつってもこいつは、あら、あ、違った。だから待てって。あ、苦節30年よ。あ、オラがようやく作った。あれ聞いてねえな。あ、すいません、すいません、乗ってお願いしますな、おでいかん様。すいません、すいません、すいません。ちょっとこいだらすぐ帰るからね。その代わり重くせこげよ。いったか。なんだこりゃ。おう、帰ってきたか。どんだ、ハイエンベイ。すっごい。一こぎ300メートルのウルトラアシスト自転車だ。これがあればね、え、静香ちゃん、のび太さんのレシピ。のび太くん、ドラえもん、やった、やったよ。すごいのが手に入ったんだ。優勝しよう、ドラえもん。どうしたの、その剣が。準備は全て整ったわ。あとはあなた次第。私たちの優勝にサルーン。さあ、いよいよ開幕、ギャラクシーカーレース。頂点に立つのは一体だよ。機嫌悪いな。あれだけ反対したのに、どうなっても知らないんだから。男にはね、絶対に負けられない勝負ってもんがあるのさ。頑張れよ、ドラえもん。おじさん遅いな。これこれ、そこの一生日、道を譲りたまえ。スネオ、ボンジュール。どうしたの、その車。借りたんだ、ただで。え、いや、その車でよかったかな。最高だぜ、心の友よ。やはりお金持ち同士気が合いますな。
気に入ってもらえて嬉しいよ。聞けば君たちも車がないそうだね。はい、貸してあげるよ。でものび太くん、あれ、おらがほったえも父ちゃんが食ってよ、でかいでかいヘバコ。あ、やめとく。おじさん遅いよ。しゃあねえだ、徹夜で仕上げたから一眠りしてたんだよ。それって徹夜の意味が。お望み通りバッチリ決まったんぞ。ほり、なんだこれ。おら、優勝はこの大師様のもんじゃ。じゃあ、いい、遅いやるよ、ごめんあるよ、行くあるよ、だらだら。すごい車だな。うわ、燃えてきたぜ。各社続々とスタートラインについていきます。おっと、この車一体なんだ。アヒルだ。超かっこ悪い。本当はもっとかっこよかったはずなのに。むしろ僕はほっとしたいよ。笑っちゃダメよ。まるで醜いアヒルの子だな。かわいい。さあ、いよいよスタートです。ドキドキしてきた。ええものがあるだ、そこのボタン押してみ。うん、交通安全のお守りだ。レースは次のステージへ。星つながる上空間ゲートだ。トップやはりこの人、デポン・アレックス、ぶっちぎりだ。とアヒル号2番手、嘘だろ。嘘ではありません。そんなに飛ばして大丈夫か。レースはこれからだぜ。ベロ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 。あ、そう、ネクストステージへ突入だ。ステージは岩だらけのこの星だ。吐きそう。のび太くん、前前。逃げろ。クラ。お兄ちゃん。こら、とっとと走り。俺のチャリンコはそんなやわでなかんべ。パンクしちゃったよ。ならすぐに直すんだ。自転車にパンクはつきもんだで。やった！
て、こちらはサードステージのゲート前です。今デポンを先頭に次々と通過。ちなみに各ゲート最下位の車はここで失格となります。一体どの車だ。負けねえぞ、ウチキラッチョ。ボカを押すな。押すな。そんなのありかよ。ありです。アヒル号ギリギリで突破。ありなんだ。必殺ロクロク首だ。ロクロク36なんてな。サードステージ、レースは中盤戦に突入だ。すげえ、溶岩の湖だ。適応灯を浴びててもちょっと怖いわ。クーラーがあるしね、快適快適。暑いよ。おじさん、おじさん。うるせえ、おじさんおじさんって言うな、こんな。アヒル号にクーラーはついてないの？そんなハイカラなもんはいらねえ。自転車は汗かいて風切っておめえ。あれ？おじさん、暑さでショートしたんだ。僕もショートしそう。そうだ、あべこべクリーム。これを塗れば暑さ寒さがあべこべに感じるんだ。塗りすぎだよ。ドラえもん、あれ？ねえ、どうかしたの？ふん、なんでもない。俺に何か用でもあるのかよ。使う？あべこべクリーム。のび太くん、こんなやつに。困った時はお互い様でしょ。あ、何すんだ、せっかくのび太くんが。悪いな。俺は誰も助けないし、誰にも助けられたくないんだ。ごめん。本当に嫌なやつ。まあまあ、誰かさんみたいに意地っ張りなだけかもよ。ん？フォースステージは放棄された巨大宇宙ステーションです。しかし現在原因不明の磁気嵐が発生しており、中継映像に乱れがございます。今しばらくお待ちください。磁気嵐だと？バカな。それがなぜか突然。くしゃー、どうしたんだブー。マップが表示されないでブー。おっとリタイア。またまた。お兄ちゃん、変だぜこれは。力合わせるのよ。よくやる。オッケー。なあ、もう止まらない。何か、さあ、また行き止まりじゃぞ。何やってんだ、もっと来いで。
危なかった。何してるんだろう。さあ、でも油断しないで。左だ、急ごう。待て、そっちは危険だ。嫌な音がする。道先ステッキはこっちだよ。でも意地を張るな。俺の耳は確かだ。うるさい、騙されないぞ卑怯者め。何、お前なんか猫型ロボットの恥だ。ドラえもん、さあ行くよのび太くん。あら、また一台リタイアね。しっかり捕まってろ。この何するんだ。やっぱりお前は。あれを見ろ。お前は子守ロボットだろう。レースに勝つよりも大事なことがあるんじゃないのか。やめろのび太くん。ドラえもんからって。のび太くん、怪我したの？ちょっとぶつけただけだよ、大丈夫。さ、レースに戻ろう。このレース何かあるぜ、気をつけな。さあ、ついにレースは終盤戦。フィフスステージは未開の惑星です。しかし残っているレーサーはたったの6人。院長、これどういうこと。いや、そのまさかこんなことに。6台も残っていれば十分です。カレンさん、この星は今回初めて取り入れたコースですよ。何が起こるかわからないのがレースというものではありませんか。このオンボロが先にぶせなんじゃこりゃ。心のトーンはどこ行ったんだ。君たち無事か。ベンガルさん、聞くんだ、今猫耳ロボットに攻撃されてる。デポンだ、証拠のビデオをデータでそっちに送った。委員会に知らせ。ベンガルさん、お金持ちなのに。おのれ、よくも心の友は。失格者ケンジ、よくは真似しないでね。んなこと言われても文字だけじゃな。のび太くん、無理しないでゆっくり行こう。ダメだよ、絶対優勝するんだ。おわはな、おとなしいしとけ。こいつは許せねえ。みんなどうしたの。こいつがベンガルさんを突き落としたんだ。私も見た。エミ、失格どころじゃねえぞ。ゲーム所行きね。それよりもこいつはレースを侮辱してある。みんなちょっと待ってよ。文句はぬか伸びた。うわ、違う。確かにデポンは嫌なやつだ。生意気で意地っ張りだ。でもレースで汚い真似をするようなやつじゃない。お前、でも証拠のビデオがあるんだよ。詳しく調べてみよう。ドラえもん、あれあれ。のび太くん、しっかり。のび太くん、気がついた。ここは化け物のお腹の中だよ。
よ。食べられちゃったの？あ、俺の車がバラバラじゃ。こっちもバラバラある。これは分解ドライバー。私たち見てある。猫耳の影、助けてある。ドラえもん動くな。やれやれ見つかったか。委員会へビデオを持って行ってくれるだけでよかったのに、まさか失格になるとは。何言ってやがる。わざわざデータを回収する羽目になったじゃないか。心の友ベンガルさん、リタイアしたはずじゃ。猫耳ロボットに攻撃されてる。メインにだったろ。お前が俺のふりをして。いやあ本物くん、俺の車をいじったのもお前か。君に小細工は通用しないな。この手で失格になってもらうのが一番だったんだが、子供ってのは予想を超えるな。じゃあレースに誘われたのは偶然だと思ったのか。だがまあ、デポン君がリタイアなら私の思惑通りというわけだ。てめえ、ふかしおって無事に帰れると思うな。この星は私の所有物なんだぞ。全ての虫たちは私の言うことを聞く。そのように作った。ではあまり時間もないので失礼するよ。アディオスアミーゴ、アミーガ。依然として6組の信号は発見できま、ベンガル選手の信号検知。レースは無事続行です。お兄ちゃん、口を閉じろ。そうだな、半年くらい締めておけ。許してくれ、俺はてっきり。さっきからもういいと言ってるだろう。レースはもう終わりだ。まだだよ、まだ僕たちのアヒル号がある。何、どこじゃい。パッチに埋まってるんだ、みんな手伝って。ダメだよ。そういうことはもっと早く言うもんじゃい。のび太さん、それのために頑張ってるのよ。ドラちゃんが今一番欲しいものだって。お前はただの子守ロボットじゃなさそうだな。デッポン、君は。俺はただのレーサーさ。でもどうやってここから。ねえジャイアン、何、新曲を歌ってくれないかな。どうして。ケーキ漬けにポカンポ。頑張る。ぶっ飛ばす。一つ頼みがある。あいつに猫型ロボットの意地を見せてやれ。ファイナルコース軌道ハイウェイですが、ベンガル選手のウィニングラン状態です。ああ、ベンガル、私たちこれで。ああ、結婚できる。君のお父様にももう文句は言わせん。ああ、ベンガル、ベサメムーチョ。おお、来た来た来た。まさかまさかのアヒル号だ。お兄さん、ったく心配させんじゃねえだよ。ハッスルネジ持ち上げ、鍵入っとんじゃ。すごいじゃないか。お兄さんと取引しよう。欲しいものは何でもいくらでも好きなだけ買ってあげる。だから僕に優勝させてくれないか。この庶民のお子様が指導。カレンバージだ。丸くて青くてドラえもんみたいだ。行こう。
地球へ帰ってきます。早く早く急いでベーカル、目いっぱいだ。チキシューだからタイヤは嫌いだ。ベーカル選手も加速、2台並びました。いよいよついにラストラン。卑怯者には絶対負けないぞ。これはどうしたことだ。花火がアヒルを襲ってる。玉や鍵や玉や鍵や、ハリー貴様というやつだ。ベーカル、彼どうした。走りでした。おめでとうやるよ。すげえ子供たちじゃ。もうどれだけ心配したと思ってるのかしら。何よ。いいな。何もらうんだろう。それはね。耳。ではチャンピオンに伺いましょう。お望みのものは何でも。その。ドラ焼き？いいぞ猫型。よくわかんないな。もったいない。よっしゃ食いまくってやる。 OK レッツドラ焼きパーティー。何考えてるだ。ドラえもん、you